中国で海外の NGO ・非政府組織に対する管理を強化する法律が成立しました。有極少数的境外非政府组织あ企图或 昨日成立した海外 NGO 国内活動管理法は、中国国内で海外の NGO が活動する場合、公安当局への登録を義務付けた上で、毎年1回審査を受けることを求めています。違反の疑いがある場合は、銀行口座の調査や凍結ができるとしています。中国政府は、正当な海外 NGO を歓迎する法律だとしていますが、 恣意的な運用による締め付けの強化が懸念されています。